率直な気持ちはこれ僕でいいいのかなって思いましたね原作の「のミミズクの優」というキャラクターがあまりにも僕と違う外見なのでこれどうやったらいいんだろうというのがまず先に来ましたで監督と話し合って、えー、もう少し原作よりもシリアスな全体の流れに作りにしたいんだと。 でそのためにはああ太っちょで、えー、ちっちゃい役、えー、感じじゃなくて体が大きくて男らしくてかつ原作の,あ,のああいう愛くるしさを持ったキャラクターを演じてほしいと言われたんですよね。でその役を完璧にコピーするんじゃなくて。 自分なりに違うアプローチで結果そこのミミズクの理由っていう原作のコアの部分の核となる部分に僕の演じるミミズクの理由がこうリンクして同じものを共有しながら演じていけばいいかなと思いましたそれは出来上がったものを見てもああの僕は僕演じるミミズクの理由は間違いなくミミズクの理由だったなと思いました まあなるべく動けるようには作ってるんですけどどうしても動きにくいんですよね龍は特にここがバーンとでかいので手がこの辺までしか行かないんですよパンチ打つ時も普段だったらこうパンって打てるのがもう腰ごとダーンといかなきゃいけないようなアクションもちょっと特殊な体の動きが求められるのでまあ楽なスーツではなかったですね <laughs> 群,れ群れてこう 汗を、ね、吸収しないですしこう蒸発もしないので終わった後もバッと開けると汗でびっしょりなんですよでそのうちこの辺に汗もとかできちゃってタオル入れながら戦ってました <laughs> 本当にグリーンバックが多い現場なんですよねでもグリーンバックって絶対に一つだけルールがあってグリーンバックの前に立つ人間映る人間はグリーンの服を着ちゃいけないっていうルールがあるんですよ でもね僕ミミズクの理由ってグリーンなんですよこれどうするんだろうと思ってたらあのまず僕以外の4人でグリーンバックで取ってでブルーバックにして僕だけ1人で入ってみんなと一緒に今飛び降りてきましたみたいな芝居をするんですよでそれを後で合成して5人一緒に飛び降りてきたみたいにするんですねそれの疎外感孤独感といったらないですよ あれここみんなで戦うはずだったのにな <laughs> 役者の想像力すごく試されるんですよ今敵がどういうふうに向かってきてて今街がどういう状況で敵がどう動いてっていうのを全てこう自分の頭の中で想像してやるんですよねその敵の動きによっては自分のちょっとしたこういう動きも変わりますしそこの。 コンセンサスを監督ともしっかり取っとかないと出来上がった時におかしなことになりますし舞台をやってるようなもうないものに対していかに鋭敏、えー、に反応しつつ面白いお芝居になるようにするかっていうのを考える作業はすごく難しくてすごく細かくてでもすごく楽しかったですね。 すごく強度のあるシーンがたくさんあるんですよね。こういう強い映画って表現が大好きなんですけど、まあ、さしく強い映画で見た後の爽快感がものすごいんですよね。本当に手を挙げてよしって言いたくなるぐらいこんな映画ができたこんな映画日本も作れるんだっていう大興奮でした。それこそメカ一つの造形とっても素晴らしいですし、もちろん C G が本当に素晴らしくて。 アクションも手を抜いてないですし大人が楽しめるドラマ部分もしっかり成立してますし何でしょうねもうハリウッドのヒーロー映画とかにちょっと蓮に構えて勝負するんじゃなくて真っ向からぶつかっていってで実際にそんじょそこらのハリウッドのヒーロー映画を見ても得られないような興奮っていうのが確実に得られます。 特に僕たちの知っているような街の中で戦うので新宿の中でヒーローと悪者が戦って街がこう壊れていく様子っていうのはたまんないですねその僕たちが乗るゴッド・フェニックスっていう乗り物があるんですけれどもそのゴッド・フェニックスという飛行機が敵のもう幅4キロぐらいある敵の,その母艦に侵入していくんですよ。で敵の こう波状攻撃をかわしながらそのシールドも持っている敵にいかにして潜入するかっていうこのカメラワークだったり音だったり CG ももちろん要するにあのシーンっていうのは僕ら見てないわけですよ全く僕らの知らないところで作られてる映像でこんなすごいことになってたのかっていう驚きがもすごくあったんですよねあのあの感じっていうのは 僕はここまで緻密なアニメを作れる日本人じゃないと作れない CG のカットじゃないかなと思ってますどうも鈴木亮平です映画ガッチャマンでミミズクの流役を演じさせていただきましたガッチャマンはですね本当に日本の映画史上今まで見たことがないくらいの壮大なスケールで描くアクション満載 CG 満載の 正当派のヒーローロ映画です日本でもこういう映画が作れるのかと僕はもう見終わった後に本当に興奮で子どもの頃に戻ったような気持ちになりました大人が十分に楽しめる重厚なドラマそして全、えー、世代が楽しめる大興奮の、えー、ジェットコースタームービー、えー、とても本当に本当にお勧めできる映画になっていますぜひ大画面でで最高の音で 劇場で見ていただければと思っています映画ガチャマン8月24日公開ですぜひぜひ劇場でお会いしましょう鈴木良平でした